こんにちは、柏流市の今日のインテリエンスを始めさせていただきますまあ、明けましておめでとうございますまあまずちょっとご挨拶からね始めさせてくださいまあ昨年もね本当にありがとうございました、えー、毎日のね動画を作成することができたこと自体まあ、健康にも生活にも感謝を最大にするべきだと感じていますまあ、支えてくださった視聴者の皆様方とと日本という国家に改めて感謝をしたいと思いますまあ、今年も重ねて心より感謝を申し上げたいと思います 本当にありがとうございますまあ、この動画を初めて丸3年が経過しましたが今でも私の気分は新鮮です明日からの新年もまあ、今日からですね今日からの新年も新規一点膨張活動の普及に心がけて行きたいとこう思っておりますまあよろしくお願いいたしますまあ年の初めからですね習近平だピ,ピューチンだっていうのはちょっと避けたいなとこう思ってたんですよね まあだからそこでふっと目についたのがデイリー・メールの佳子さまの記事でして、まあ、英国で佳子さまどう報道されているのかということをまず今日はお伝えしたいなとこう思います。まずね佳子さまはっていうので、ね、ちょっと囲の記事がありましたそこから進みますね。佳子さまは元天皇陛下の孫で秋篠宮さまと紀子さまの次女ですとで。天皇陛下の対今の上皇陛下ですね。 上皇陛下の単位に伴い秋篠宮さまと慕人さまがそれぞれ皇位継承第一位と第二位となられましたと現在おじの天皇陛下が菊の御座にお座りになっていると佳子さまは秋篠宮過去内親王と称され進学や就職ではなくおじを支えたいと宣言されているとおじが天皇になると父の秋篠宮は皇太子になり え弟は年下でありながら皇位継承順位が2位になったと皇族は皇后が単独で統治することを考えていないと加子さんは姉の退任に伴い日本テニス協会名誉会長日本工芸会会長に就任されたまた姉がよく参加していたえ都市緑化のイベントにも今年からえ去年からね足を運ばれている。元プリンセスの眞子さんは 平民の大学時代の恋人と結婚するために肩書き130万ドルの報酬を諦めニューヨークのメトロポリタン美術館で無給のボランティアとして働いていることが報じられた11月には眞子さまの夫である小室圭さんが2度の受験失敗を経てニューヨークの司法試験に合格したことが明らかになった一方ジャパン・タイムズによると眞子さんはこの象徴的な美術館のえー、っと アアジア美術コレクションで日本に仏教を広めた13世紀の僧侶の生涯に着想を得た絵画の展示をまとめる手伝いをしているとのことであるアッパーイーストサイドの美術館は夫で弁護士志望の小室圭さんと共有しているヘルズ・キッチンの豪華な1ベッドルームのアパートから車で10分のところにあると2人は8年前から婚約していたが昨年10月に東京で小さな結婚式を挙げた 日本の皇族は男性のみ皇族以外と結婚が認められているため眞子さまは恋愛結婚されたことは眞子さまが皇族で亡くなり将来息子ができても好意が軽視されることはない真様と眞子さまと、えー、小室圭さんは、えー、2013年東京郊外の国際キリスト教大学で美術や文化財を学んでいる時に知り合ったその後東京の大学博物館で 特別研究員としてて働いていた今年初め秋篠宮さは2019年の天皇陛下の即位に伴い正式に皇位継承者となられました父・秋吉天皇の退位に伴い自ら即位した金城天皇には男子の継承者がおらず日本の継承ルールでは男子しか皇位につけない秋篠宮様は4月に三重県の伊勢神宮を訪れ 陸の御門を継ぐ者が行うように求められている立候補の礼と呼ばれる儀式を終えられたこの儀式は2020年に始めて始まり秋篠宮様は日本全国の皇室にゆかりの深い場所に使者を派遣し自らが後継者になることを報告しなければならなかった三重県の伊勢神宮、えー、と奈良県の神武天皇陵そしてな えまあ祖父である昭和天皇陵などであると死者による報告などのうちそれぞれの場所で儀式が行われた、まあ、こういうことなんですけどどうですかこのニュースは割合正確でしょあんまりねそんなこれちゃうやんけっていうね日本人の我々が見てもそんなにおかしくない記事なんですよしかもねすごく客観的に伝えられてるんですよね。の、まあのこととはもっっ日本のメディアだったらねボロカスに書いて,てそうな感じすするんですけど 非常に客観的でね、茶化すことが全然ないんですよ。だからねやっぱりこうどういったらいいんですね日本の講師というのはすごく高く評価されてるとこう見てもいいんじゃないでしょうか。やっぱりねそんでね、まあ、写真を見たら分かりますよね写真を見たら分かると思うんですけど、まあ、過去様な評価がもう絶賛に近いですよ。もうこれだけはねお笑いが止まらないというかそうだよその通りなんだよというね私もついついつい,ついちょっと興奮してしまうというかそんな感じなんですね。 まずです、ね、えー、っとソフィスティケーティッド洗練されているいいですねで Pretty lady but all rather brown and beige なお姉さんだけどみんなベージュで淡白な感じ <laughs> なんかこれはそっけないですな A very attractive lady とても魅力的な女性です They really named their kids Kako and m a o 本当にカと子様ととと名名付けたたのかか、まあ、前がちょっっおかしいい思ったんでですすすよよね、まあえー so、pretty 彼女はすごく可愛いスス見事28歳だって8歳の子供みたいな格好してやがる そういういのがあるんで,すねでもねこれ反論が寄せられてるんですよこのコメントはね、えーえーっと「彼女は子供のような服装ではなく控えめな服装です」と「多くのアメリカ人がポールダンスの時の格好ではなく見習うべきものがあります」<laughs> もう笑いしかないんですからねやっぱりケワケワした格好があんまりいいんじゃないんだなと思っている人も外国人でも多いんですよね。 面白いですね、こういうのはね。こうういので、その次のコメントが「えーまあ、超エリートの間では女性はエレガントで控えめな服装をします」欧米のセレブリティがスカンクのような服装をするのと同じように欧米のセレブの全てがスカンクのような格好をしているわけではありませんがそうでない人は例外として目立ちます。もしあなたがスカンクのような格好をしたいのであればエリートの中で探すのではなく西洋のセレ,セレブで我慢してくださいと。 もうボロカスでしょやっぱりねもうちょっとだからこう格好ねあのすごくシックでしょなんかねあのさ去の格好ねや,やっぱかっこえい,いなと思いますよあのここのね写真ではねちょっと上の部分しか写せませんけど足元までやったらもうむちゃくちゃかっこいいんですよこれはねこれって感じですよねでもうちょっと紹介しましょうか。信じられれれないかもしれませんがこれは これらは日本のロイヤルファミリーのための非常に現代的な写真です。大好きです。そりゃそうですよね。で、ネットフリックスでシリーズ化されてないのが不思議なぐらいです。彼女の平民である夫が、あこれはあのマコ様ですね。マコ様の平民である夫が語るべき物語があるに違いない。あ、そうだ。多分彼らはいくつもの余分な現金のためにパブリックで自分の家族をゴミ箱に放り込みたくはないんだ な結局あ,あれですよねハリ,ーとハリー王子とメーガン妃ですよねこの話を意識してこういうコメントが書かれてるんですねやっぱりねあの控えめであるっていうことがすごく評価されてるっていうことはお分かりいただけるんじゃないでしょうか、ね、控えめであることがねこんなね欧米のメディアでねこういう側にコメント欄に現れるっていうのはやっぱり時代は変わったなぁとこう思うんですよね。 だから日本がね日本人がつつ,つ,つ,ましつつましくしているだけでねこれだけ高い評価を得られるこれはすごいことやなと個人的には思います。まあ、英国にねちょっと話を伏わ。まあ英国でね、えー、王室反子論というのはすごく、えーまあ、あるわけですよ、まあ。王室を存続させるかどうかということはやっぱ今でもすごく議論されてるんですよね。ですから、あのー、そんなにねあの割合あの普通の人でも もう英国皇室いらんのちゃうかと思ってる人が意外と英国の場合は多いと。でも日本の場合はどうかっていうと、日本の場合は皇室廃止論というのは非常に少ないですね。まあ、いるとすれば、日本共産党あたりぐらいじゃないでしょうかね。そこぐらいしかいないと思います。まあ、あの英国ではね。やっぱり名画費ね。名画品に対する拒否感が結構大きいんですよね。だからもう。 ネットのね見ててもメーガン妃の話がすごく多いんで逆にうんざりするんですねこっちはね。まあ、であとで,でもね米国ではどうかっていうとメーガン妃の人気がすごいんですよね。だからこれがどういうことやろうとこう思うんですけど結局王室への憧れっていうのはどこの国でも消えないんだなと。まあねあの英国の場合だったらねあキャサリン妃というのがいますからいやーそれはキャサリン妃に比べたらメーガン妃が欲しいんでね もうパーフェクトリーパーフェクトパーフェクトリーパーフェクトで呼ばれていますからねそりゃキャサリンに比べたら落ちるやろうというのは分かりますけどでもやっぱりねアメリカにはメー,メーガン妃しかいないんでそれはやっぱりメーガン妃がいいなという話になるんですよね。だから人間のねやっぱり本音的な、えー、本当にね奥底にある感情のところではやっぱり王室への憧れっていうのはやっぱ消えないんだなとこういう感じに思いました。 まあ、ハリー王子がそもそもね旦那のハリー王子が王室とはもう絶縁寸前の状態ですよねもうねやっぱりね自伝とかねネットフリックスで王室を批判,しと批判するっていうのはやっぱり栄光陣がすごく反発してるんですよねまあ、ハリー王子には、まあ、王室を支持することしか多分僕はできなかったと思うんですがその逆をやったんですよねまさ、あ、にメーガン妃の影響があったのかもしれませんまあこれやったらおしまいやろうと思うんですよねそういうことやったからすごく今は批判されてますね ウィリアム王子、ね、お兄さんはねウィリアム王子もねよく人間的によくできた人だとい言い方ができるかもしれませんけどやっぱりねすごく苦労してされてますよ。あのねあの日本であんまり報道されてないかもしれませんけどねあの道端に出てねビッグイッシュー売ってるんですよ。えー、<laughs> と思いましたよ。 フィリピン王たがビッグイシューってあビッグイシューって分かりますかねあの貧しい人がね仕事を作るためにわざわざそういう雑誌を作ってそういうのをみ道端で売らせるっていうね東京とか大阪でもあるんじゃないでしょうかね東京では僕も一辺か二買いか買ったことありますけどそういうビッグイシューを売っていると涙がましい努力ですよね王族がですよ皇太子がですよいやー 信じられへんわと思いますけどまあそのぐらいしないとやっぱり王室が存続できないかもしれないっていう恐怖感があるんでしょうねだからすごく努力されてるだから日本はどう,どう違うんやろうと考えてみたらやっぱ皇室の役割っていうのはやっぱり真摯ですよねあ神様をお祭りすることっていうのがやっぱり大事にあるんだと思いますだから宗教的意味が強いんですよねあの英国なんかと比べたらねまあこれねもうちょっと突っ込んでいいわ 呪術的な性格が強いそういう方もできます少なくとも、ね、2000年の歴史がある皇室という制度はやっぱり維持した方がいいんじゃないでしょうか呪術ですね呪い殺すというのかこの,の殺すとかまでわからんけどそういうこう呪術魔術的な色彩っていうんですかそれが色濃いとそういう言い方が多分できると思うんですよねやっぱりね、こう個人的にはねやっぱり日本の皇室が世界中の人々の心の拠り所になる日がいずれ来るんじゃないかと 個人的には期待しております。まあ、そういう日が1日でも早く来ればいいなと個人的には思ってます。あえて言えばね、やっぱりね日本の皇室が道徳の中心、モラルの中心になればなと、とそうなれば日本が世界の中心だと言える日が多分いずれ来るんじゃないかとそう思っております。まあ、いずれにせよね、こう日本のねこう控えめな美しさっていうんですか、それがこう高く評価されているっていうことがまあ今日はお伝えしたかったことのまず第一であります。 やっぱり日本はまだコンテンツとして枯れてないですよアメリカとかイギリスに比べたらねやっぱり豊かな心の豊かさがあってそれが世界に向かって今一斉にバーッと向かってる最中なんですよ。それがねやっぱり,始まり始まる日本始まったのですよ本当にねそういう,こう日本の良さがね全世界に向かって怒涛のようにね、あのー、こう広がってるところなんだと。 だから我々はね明る,明るい気持ちで未来を見ていきたいなと。日本が終わりとか僕は全然思いませんよそういうふうに考えたらね。日本これからですから。日本始まったなにへっていう感じですよね。そんな感じだと思います。まああの皆様んはねあの、えー、良い年でありますようにここから、えー、記念しております。まあ今年もこういうことですのでよろしくお願いします。じゃ今日はおしまいします。あであのチャンネル登録とあの ね、あの良いホーポスト、あとサンクスもお願いしますね言うの忘れたじゃ,あじゃあ今日はこれでおしましますじゃあまたあ明,明日ぐらいからねまたぼちぼちいつものような内容になりますんでじゃあ今日は失礼します